はい。本日はメルマガ向けのインタビューで、隣にいらっしゃいます。京都から1時間半ほどかけて来ていただいたんですけども、立命館大学2年生、2回生、鈴木歩さん、弱視の障害があるんですけど、に、結構22歳で、私、38なんですけど、まあそんなに見た目で年齢差は感じないと思うんですけど、まあこの16歳の開きがある中で、まあ、若干ちょっといじめてしまったかなというところもありつつ、厳しい質問も混ぜながらのインタビューさせていただきました。収録時間が結構多分1時間半を超えたぐらいあったんで、これをどう編集するかっていうのは私の中で結構しんどいかなという部分もあるんですけど、鈴木さんにちょっとどうだったか感想を伺ってみようと思います。インタビュー終わったんですけども、話してみていかがでしたか？思ってた以上にシビアでした。どのあたりが？以前ですね、島本さんの講演会にお邪魔しはい、た時がありそうですましね。て、で、僕は島本さんと、あと五十嵐さんという方の、対話をこう第三者視点でこう見る見ててね。形だったんですけど、その時も結構なかなか突っ込むなと。えげつないとこ行くなと思って聞いてたんですけど、まさに今日それが 自自分分に来たと。に来ました。 で、ただやっぱりそこから見えてくるこう新しい面もあるなと思って、そこは僕自身も目がいかなかったとこだったし、身の回りの人と話をしててもなかなか今日の、島本さんの意見って出てこなかったので、すごく面白いなと思いましたし、やっぱしそれはまあ一応その当事者同士という部分から生まれてくるものでもあるのかなっていう、そういう感じがしました。なるほど。どうも、今日はお疲れ様でした。ありがとうございまありしがとうございた。ます。